リラック屋の花澤です。本日はこちら大和なでしこ生態読本という本を参考に、脳幹を刺激して顔の表情を生き生きとさせるセルフマッサージをご紹介します。顔の表情には脳幹の働きが大きく関わっています。顔や頭のマッサージをすると目に輝きが戻り、凝りによる顔の表情のきつさも取れてきます。同時に頭も冴えていいアイデアが浮かぶかもしれません。頭の真上を中心にその両側を探って、自分で気持ちがいいと思う場所を見つけてください。気持ちがいいなっていう場所があったら、そこを中指でしっかり押します。気持ちのいい場所、側頭部の気持ちのいい場所からそのまま指を下に下ろして、今度は後頭部に気持ちのいい場所を探ります。頭は固く出っ張ってる場所ですとか、くぼんでる場所とかでこぼこしておりますが、で押すべきポイントは柔らかくなっていてすっぽりと指がはまるところですね。そういうところで気持ちのいい場所を押します。私の場合は今ここが指がフィットします。押すと気持ちがいいです。先ほど中指でと言いましたけれども、この四肢を使って頭皮を揺するようにして、押すのも非常に気持ちがいいですし効果的です。こういう感じですね。やりやすいように、気持ちのいいようにというのがマッサージの大原則ですので、この自分の気持ちのいいポイントをよく探って、押しやすいやり方で、親指でもいいですし、この四肢ですね、使ってもいいですし、効果的になるようにするためには、気持ちよく楽にというのを一番、大事にして、ここも私の今、ちょっと凝っている場所でした。このように、健康な人の皮膚というのはどこもあったかくて、柔らかくて弾力があって、皮膚の伸びとかフィット感みたいなものも大体均一になるんですね。カチカチのところがあったりブヨブヨのところがあったりっていうのが良くないので、カチカチのところはほぐすように、ブヨブヨのところは引き締めるようにということになります。そういう調整をすることで、調子が良くなって動きやすい体、気持ちのいい体になりますね。
このなんか刺激マッサージにしても、特に何分という決まりとかはないです。自分の満足のいく時間、回数ですね。もういいなと思えばしつこくやらなくてもいいですし、気持ちがいいからもっと丁寧にゆっくりやりたいなというのがあればそのようにしてください。今これ座ってやってますけど、寝てやることもできますし、まあ、姿勢なども自分のやりよいようにしましょう。今かなりこれだけで目がすっきりさえてきました。後頭部の生え際の上から下に向かって押していきますね。こういう感じです。これをちょっと挟むようにしてやってますけども、中指でとありましたけれども、この中指と薬指を今私は使ってます。親指でやっても構いません。ほぐすことが目的なので、形は自分がいいように誰に見せるものでもないですのでね。というわけで、まあ、この頭頂よりも側面の気持ちのいいところが一番。そして横から下にこだっていって、後頭部が2番で、もうちょっとこのうなじといいますかね、生え際のラインが3番です。ここにあるツボは頭痛や、風邪、鼻づまり、目の疲れといった時にも使用するツボになります。以上です。ありがとうございました。